アクアリウムは省エネ対策できるのか実験してみましょう。用意するのは30センチ水槽とサイレントフロースリム。36ワットの温度固定式ヒーターを2つの水槽にセットして、エルパさんのエコキーパーに接続。室温は18度に調整。水温と電気代がどう変化するか実験します。1つ目は水槽蓋をせずに最も水温が逃げやすい状態。もう1つの水槽は保温効果の高い省エネバックスクリーンを水槽に巻きつけます。水槽の横面、背面を隙間なく巻いていくことで熱を逃がしにくい省エネ効果が得られます。水槽の蓋をすることでより効果が高くなります。さあ果たしてどれくらいの電気代の差が2つの水槽に出るのでしょうか。開始3時間、温まるのが早いのは省エネ対策した水槽。開始4時間、ヒーターの設置温度に近づき2つの水槽の電気代もほぼイコールに。設定温度に達すると電気代は省エネ対策水槽の方が安くなり始めます。省エネ対策水槽は保温効果で若干水温が高めになります。実験開始6時間、電気代は蓋なし水槽5.2円、省エネ対策水槽3.3円。3日経過、蓋なし水槽31.3円、省エネ対策水槽14.8円。4日経過、蓋なし水槽40.5円、省エネ対策水槽19.2円。5日経過、蓋なし水槽50円、省エネ対策水槽23.8円。結果をまとめてみます。省エネ対策をした水槽はそうでない水槽と比べてなんと半分以下の電気代という結果になりました。省エネバックスクリーンを貼って水槽の蓋をすること、それだけで冬のアクアリウムはもっと経済的になります。